明大論とは、アリストテレスの著作であり、オルガノンの中の一冊。文字通り、様々な明大文のあり方について述べられている。現代は、表現について、説明について、解釈についてといった程度の意味。14の章からなり、1章 -13 章については、内容上の3つに分けることができる。最後の十四章に関しては、それまでに完了している議論に対する、 追加的なものであり、新作性に疑義を呈する意見もある。第一章序論。名詞、動詞、否定、肯定、表現、文などの定義の必要性。名詞、動詞それ自体は、までも偽でもない。第2章、名詞について。第3章、動詞について。第4章、文について。第5章明大文の肯定、否定、単純、複合。 第6章第7章事物の普遍と個別。第8章期待の単一性。第9章時性と真偽。過去、現在については、真偽が成立するが、未来の個別的なものについては決定できない。第10章肯定命題、否定命題のバリエーション。第11章表現対象の複数性と、弁償術。第12章、様相について。第13章、様相と、 肯定命題、否定命題のバリエーション、第14証命題の関係性についての判断、ありがとうございます。